もし僕が死んでもこの空のようにずっと愛を見てるから。私が助ける、絶対助けるから。もう少しここに。よしゆき、しゆき、こちらから捜索願いが出されててさ。捜索願い？当然だろ、お前がやったことはな、誘拐なんだよ。違うよ父さん、帰らないよ。父さんが愛への誤解を解いてくれるまでは。もう気をつけてよ、あんた一人の体じゃないんだからね。お母さんお願い、周期優しくしてあげて。これからは義行に優しくしてやるからよ。お前体売れよ、その方が早いだろう。おばあちゃんごめんね、約束守れなかった。もしかして君こういうことしたの初めて？後悔して泣いてたの？おじさん連中にはそういう涙たまんねえんだよな、なんとも言えない罪の意識がさ。お金ちょうだい。戻ってきちゃったんだ。
私の知ってる限りこの世界にまた戻ってきてもう一度抜け出した女はいないよ。意味わかるよね。覚悟決めたの？私があんたにこの世界にいるなってずっと言ってたのは私が自分自身に言ってたのかもしれないね。最近分かってきたんだ。カッコつけた言い方かもしれないけどさ、これも運命ってやつじゃないかなって。運命、私たちみたいな女も必要なんだよ。世の中綺麗事ばかりじゃ済まされないからさ、そういう部分を全部受け入れてあげる女も悪くないかなって。女が自分を守るための薬必要でしょ。ありがとう。ねえいな、重いでしょ。お母さん持つわよ。ごめんね。うん、ありがとう。ちょっと買いすぎちゃったかしらね。そんなことないよ。私とお母さんの服買うよりも全然無駄遣いじゃないよ。悪い買い物。そっかそうだよね。留守番電話サービスセンターに接続します。おかしいな、あれどうしちゃったんだろう。マジパンパンしたいっすよ。ランドリーさん、なんかいいんですか。超かっこいいよ。お前いないの？お前、俺こないだ最後なんだよ。お前ら俺ばっか連れてくれてないですか。俺がお前鼻歌歌ってる時、お前よっからお前ちゃんと入れるの変だろ。男のくせにバリ情けないね。自分がレイプした女がお腹大きくなって目の前に現れたの初めてなんだ。うるせえな、関係ねえだろ。お前だって売りやってたんだろ。そいつだって誰の子だか分かっちゃいねえよな。そうだよ、誰の子だか分かんないよ。でもね、女はどんな情けない男の子供でも自分が産んだ子ならちゃんと愛することができるんだから、バリ愛せる。お母さんがそうだったから。なんだよ。お腹に子供がいる女はね、不思議な力があるの。だからわかるんだ、あんたたち一生誰からも本気で愛されないよ。
スマスプレゼントだったらやっぱりちょっと綺麗っていうか可愛らしいのか女の人が喜ぶ、あまりごついのだとどんな感じの彼女さんは思うのか、じゃあやっぱり細いこういう鎖でも、これ気になるの、これ12個のハートでできてるんだ、つけてみる、女の子がつけてるとね一年中恋ができるっていう伝説があるんだよ、あ似合う、マジ似合うよ、お世辞抜きでいいじゃん、こっちが男物なんだけどね、彼氏につけてもらうとその恋が永遠になるらしいよ、